この間からお作りしてました、水屋、とりあえず出来上がりました。あと、建具も別のとこちょっと置いて、さっき作っといたんですけど、また後ではめてみますけど、とりあえずできたんですけど、この後、どうするかと言いますと、漆を塗って、漆塗りの水屋にしていくわけですけども、これもうちで別の部屋で、僕が塗っていくんですけども、最初生の漆を、木から絞った生の漆、生漆って言いますけど、生漆って書いて生漆、それを染み込ませていって、あと朱を塗っていって、朱溜め塗りっていう、またそれもおいおい、またあれまた取っていきますけど、そういうふうなものにしていくんですけど、この材料ですね。これないで作ったかって言いますと、このヒノキですね。ヒノキの柾目、このこの枠組みというか、軸組みですね。家で言いますと軸組み、こういう家具っていうか、こう調度品っていうか、指物ではかまちって読みますね。かまち組みっていう、この骨組みのことですけど、骨組みはこのヒノキ、ヒノキの柾、このこういう2年ほど、うちのうちでですね、うちのちょっとその屋根のとこで、川、雨と天日にさらして、自然に乾かしたものです。これを見ますと、こんな感じですかね。で、そうやって使っております。で、その自然に乾かしたものっていうのは、非常に狂いが少ないですね。最近は人工乾燥って言って、1週間ほどでパーッと乾かすっていうのが割と、ほとんどそうかもわからへんですけど、それですとどうしてもあとあと、長いこと使ってるうちに、やっぱり狂いやすいんで、うちはこういうふうに、天然というか、自然に乾かした材料を使っておりますけども、杉も同じです。杉をこれ2年ほど雨に打たせて、それと天天まあお日さんですね。お日さんの日に当てて、自然にこう、反ったり割れたりもしますけど、曲がるだけ曲がって、癖をきっちり出して、で、雨に打たせて、余分な樹脂分もこう外にこう流して、干からびさした状態で、削りますとこんな感じですね。これそうなんですけど、前はヒノキの先ほどに出しました。で、ここ内側は全部杉ですね。やっぱり自然にかあの乾かした、杉を、これ全部うちで乾かしてるんですけど、それも
うちでこう見ながらこう乾かしていったものをきっちり、まあ、責任を持って、したものを、まあまあ、使うように、まあ、してるんですけど、まあまあ これも同じですけど、ね、この金具は、これを古い、金具、まあ、鉄で作った手でこう打った手打ちの、まあ、鍛冶屋さんがコン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 叩いて、まあ、手で打った手打ちの金具を使います。大体割と、そういうのは使うこと多いんですけど、まあ、錆を取ってもう一回黒く塗り直しております。まあまあ本物のその金具ですね、手で打った本物の、まあそういうものを割とまあ使ったりしてますけど、まあとりあえずそんなとこで、あと、細かい説明をまあしていきますけども